日高街道塚田の宿。昔の面影がよく残ってます。日高街道、今日は観光ガイド総会のため下呂市に来てます。高山線の下呂駅、今日風が強い。 JR 下呂駅です。これが駅前です。町はこの線路を飛騨川だった向こう側が町ですね。下呂港の奥玉多右衛門さんのお店に来ております。すごい江戸時代からの、うん、みんな残ってますね。痛いとこないですか？痛い人は買ってください。お家の作りもすごいですね。すごい柱。花王石鹸でえらいやりが。ここが花王石鹸のゲロテート。そうか。本店は東白川神戸。あ、それで花王石鹸のあれ看板かかってる。はい。あ、そうなんですか。日高街道の塚田の私から入った塚田の町ですね。奥田又右衛門下呂港ですよね。日本で初めて石鹸を作った花王石鹸のここは下呂支店だそうです。花王石鹸さんがここでアメリカ製の石鹸に対応して作られた。お家も古い、よく残されてますね。昔の会社日田教会です。日田街道から降りてこれから駅へ向かって降りてきます。ここはペリゴールお土産休憩所になってますね。ここから下降りていくと日田川、増田川渡って北側の向こうが JR 高山駅で、あちらが水明館ですね。